横尾忠則、横尾忠則、横尾忠典、1936年6月27日帯は、日本の美術家、グラフィックデザイナー、兵庫県西脇市生まれ、西脇市名誉市民。実定の成瀬正宏も、画家で、イラストレーターで、1997年により、週刊新潮の表紙絵を担当。長女の横尾明明も美術家、幼少期に、 二脇で様々な頂上現象を経験。死の世界に憧れを抱く。神戸新聞社にて、グラフィックデザイナーとして活動後、独立。1980年7月に、ニューヨーク近代美術館にて開催されたピカソ展に、衝撃を受け、その後、画家宣言。以来、美術家として様々な作品制作に携わる。三島幸雄に出会い三島の、 生族一体的言動に触発される。三島の死をきっかけにその後の15年間をオカルティズムや神秘主義まで包括した精神世界に傾斜してゆくが、それらが大いなる錯覚だったと気づき、私の探求の延長線上で絵画に出会う。精神世界と絵画は全く別の存在だと考えていたが、後にこの両者が自分すら知らない深いところで結びついているとジるに至る。 向田邦子脚本によるテレビドラマ寺内勘太郎一家、1974年 TBS では倉田という謎の多い人物を演じた。2から3歳頃になる世家からご福祉をしていた横尾経養子に行く。父、養父は店を構えていたわけではなく、自転車の荷台に着物や短物を積み、料亭などに売り歩いていた。小学校に上がる前まで、 旅行は父の子の営業によく同行した。思い出と現実の一致はこの際の記憶を作品にしたものである。旅行が幼少期を過ごした西脇は綿織物、晩秋式を特産としていため織物や単物は身近な存在であった。旅行のデザインや絵画の原点の一つには晩秋式の影響が指摘される。転身のきっかけはニューヨーク近代美術館での ピカソ店であった。旅行自身、旅行前まで全く考えなかったことだが、美術館の入り口をくぐる際には、グラフィックデザイナーであった横は2時間後の出口に立った。時には、まるで豚がハムの加工商品になって、工場の出口から出てくるように僕は、画家になっていた。旅行自身の言葉のである。画家宣言がいつどこで行われたかは不明だが、1981年の 古典を記事にしたマスコミによって死亡宣言や休業宣言に続く事件として扱われたようだ。身動きも取れないほどの混雑したピカソ店で父として進みながら旅行の中ではピカソの芸術と人生に吸収されるように意識の統合が起こり始め、自己の思いや感情に忠実に従う無臭さと正直さ自分自身の欺慢性、あるいは心のガードの硬さを いやというほど見せつけられると共に言いようのない解放感に恍惚としたという。ランバーヒデオは、横尾は、あの日のピカソ展にインスパイアされ、自分の本能に目覚めたと述べている。幅広い作風でジャンルを超えて活動。油絵、オフセット印刷、テクナメーションや立体など技法は多様である。また先行する作品を、引用や模写の形で作品に取り入れることも多い。 絵を描くことを愛だと表現し、理論や状況分析によって制作する立場は取らない。また、興味を持った対象は膨大な量をコレクションする。それは作品のモチーフになり、時に引用される。1980年代後半から滝を描き続けた、時は膨大な滝のポーストカードを収集し、コレクション自体も作品化した。2000年からのアンヤコーシリーズでは、 故郷、西脇市で幼少時によく通った模型店付近にある Y 字路を集中して描いた。何度もインドを訪れている。宇宙人や霊的な存在についての言及もあり、作品の評価の際にも関連が指摘される。本人も霊感が強く、心霊と会話することができるという。きっかけは1970年代に宇宙人に首のところへ送受信装置を埋め込まれ、 それにより、霊界との更新が可能になったという、大霊界、丹波哲郎の世界の対談より、それらに関するいくつかの著書も出している。メディア型美術家と評されるほど、各種メディアへの登場頻度が高い。自身の公式サイトにて発表している、一言風の日記、横尾、レスビジョン、横尾忠則作や、今日、明日は、更新頻度も、こう、訪問数も高い。 週刊少年マガジンの表紙や、マイルス・デイビスのアルバム、アガルタ、サンタナのアルバム、ロータスの伝説、アミーゴなどのジャケット、1979年高野花1981年、千代の富士の化粧回し、宝塚歌劇団のポスター、松田コスモスポーツの海外向けカタログなどもデザインしている。また、多くの異なるジャンルの作家と交流を持ち、 共同で仕事をしている。岡本太郎、谷内六郎、高倉健、三島幸らを敬愛している。2005年、資生堂が3月に発売した、発毛促進剤、薬用、アデノゲンのテレビコマーシャルに対し、アイデアやコンセプトが私の作品と類似している。広告の作り手の主体性とモラルを問いたいと抗議。直後に、資生堂は、 CM の放映をやめた。類似していると指摘した、横尾自身の作品とは、表面床の空間に、大量の滝のポストカードをビニールに、差し込み、壁面三面に展示するものであった。この件に関して、などのことから、模倣という指摘に疑問を持つ声も上がっている。また、田中則りは、模倣を否定している。三宅一世との出会いは1975年の、 篠山紀信の写真展、家の会場だった。パリコレクションの出品作に、横のポスターをプリントするという着想を得た三宅が、家のオープニング会場で横を落ち伏せし、使用許可を申し出、横はこれを受け入れた。横は、特にイタリアのコモで行われる不白の抜き染めという、プリントの技法に興味を示した。後に、横は、生地って歪むんだねと、 真顔でつぶやき復職関係者の爆笑を買う。が、後に、三宅にとってこの言葉は、次第に重みを増してくる。歪むことで美の可能性を、美術の制度的規範で束縛された美の、空間的概念とは異なる、創造的ヒントを、横行は直感した。一方、三宅は横行作品のプリント記事を制作したものの、その布地を裁断できなくなってしまう。ここから、 三宅は新たなるファッションのコンセプトを開拓してゆく。さらに、旅行が描いたポスターがプリントされた一枚の布を使い、三宅が仕立てた服をモルが着こなすという重層的な段階を経て、え、服は一瞬たりとも同じであることはできない歪みの源泉となった。ここに、歪みの美しさと創造性が新たに示されることとなる。 2004年12月から2012年11月まで、加古川から丹波市谷川に至り途中西脇を通過する JR、加古川線では、横行の絵で車体を包み込むラッピング電車が公開された。主題は5種類あり、複数のバリエーションも存在した。ターザンと三島幸夫をモチーフにしたものもあったが、車体化は実現しなかった。 東十郎の状況劇場のために制作、世界のポスター展、ワールドイメージで60年代を代表する作品に選出。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。